はい、どうも。あ、どうも。タケの影、ありがとうございます。いやー、めっちゃ振りたい。ということで、今日は、ね、もうあんまり見たことないシリーズみたいのをね、ちょっと、行きましょうか。ということでね、これいかがでしょう。でーん、シュレックじゃねえからっていうね、シュレックなんですけども、なんかね、そんな感じ。この、生かした感じ。ね、こらー、ね。これは 何かと言いますと、ゲームボーイ、ここに書いてありますね。ゲームボーイアドバンスですね。これね、海外の北米版っていうのかな。日本で発売されてないですね。まあまあ、日本じゃなかなかね、あれかな。シュレックの映画もありましたけどもね、ゲームどうかなみたいなね。でもね、ゲームとしては、ね、ちょっと面白そうなんですね。これアクションゲームみたいな。そうなんですよ。ただね、もうゲーム好きな方多分ご存知だと思いますけど、海外のゲームは難しい。まず海外のゲーム難しいんですよ。やっぱりね、なんて言うんでしょう、海外の方がチキショーっつってこうやってうーんって結構ね、ゲームハマってやるらしいんですけど、日本人はね、あんま難しすぎたらね、はい、もうやらね、もういいやなっちゃうらしい。まあまあ俺、特に俺もそうですけどね、なんかね、その辺がね、やっぱ難易度がね、ちょっと違うらしいんですよね。やっぱ海外の方と。ほら、あれですよ。有名なのがトゥームレイダー。トゥームレイダーすごい海外でめちゃめちゃ売れてんだけど、日本に来るとあれみたいなね。あれね、なんせ難しすぎてね、こんな感じでね、やっぱ日本のやつとは違いますよね。本当はなんか袋かなんか入ってたから、結構ね、やっぱ海外のやつ、大雑把って感じがね、これね、シュレックじゃねえから。シュレックですけども、ね、はい、でこういう感じね、やっぱりね、海外ですかね、注意書きが結構、注意書きなのかな、これ、ちょっと分かんないね、読めないから分かんないんですけど、ほら、ちゃんと任天堂、これ、責任ですからね、これね、ちゃんとしてね、こんな感じでね、いろんなちょっと注意書きみたいなのもいっぱい書いてますね、で、当たり前です、あ、でも日本のやつよりでっかいです、取説ですね、まあまあ、こんな感じでね、俺、ね、日本のやつ普通に買っても、ね、読んだことないですけど、まあこんな感じでね。まあもう当たり前ですけど、英語で書いてあるんですね。ノートメモのとこがやたら多いけど、何これ。パスワードでも書くのかな、ちょっとわかんないですけどね。これもやったことないんで。あ、これね、そうなんです。ゲームボーイアドバンスは、日本の本体でも遊べます。だから、俺ね、DS でちょっとやろうかな、ね、やってみましょうみたいな感じでやろうかなと思ったら、うちの子がアドバンス持ってるわよ。友達コレクションやってたんです。残念ながら、だからちょっと今ちょっとやることはできないですけど、普通にやれます。日本の本体で遊べます。ただ、まあ、英語だけどね、英語の勉強にいいんじゃない？なんかね、そんな感じでね、楽しいんじゃないかな。ただちょっと難易度難しいかもしれない。わかんないですけどね、シュレックだから、まあ、ちっちゃい子も遊べるようになってんのかもしれないしね。ただなんせね、この箱の感じがね、これ日本、だこれ海外との違いだろうな。これね、日本で売ったら結構大変だと思うんだよね。ちょっと箱がちょっとでも潰れると、やっぱほら不良品的扱いになっちゃうじゃないですか。箱が潰れたらもうちょっとみたいなね、現金引きますよみたいなね、なんか訳ありみたいになっちゃうから、だからね、しっかりしてるでしょ、これね、まあこれはもう古いからしょうがないですけど、もうね、ペコペコなんですよ、初めから。緩いんです。だから結構海外の、ゲームとかこういうの扱ってるお店は、もう箱の潰れはしょうがないじゃないっていう感じで やってますよ、やっぱり。ね。もう元がしょうがない。元がもうピニャピニャだったりするから。ってことですね。ちょっと面白そうですけどね。まあまあ、そんな感じでね。海外版の北米版っていうかな、のシュレックのアクションゲームということでね。以上でございます。はい、どうも。ありがとうございました。イエーイ、さよなら。ありがとうございました。遅く起きた日曜日は池袋 FM で川のだの